皆さんこんにちは。新外交イニシアチブ代表の弁護士サルタサヨです。今日は私たち新外交イニシアチブ ND というふうに呼ばれているんですけれどもの看板プロジェクトについてご説明したいというふうに思います。辺野古オルタナティブプロジェクトと言われるんですけれども、辺野古すなわち今ですね沖縄県の一番北の方に新しい米軍の基地が作られようとしているんですが、その基地についてオルタナティブ、そこに基地を作らなくても日本の安全保障っていうのは全く問題ないんだよというようなことを、発表し研究し発表し、そしてそれをたくさんの人たちに伝えて、特に日米ですね、米に伝えていくということをやっています。例えば私たちはアメリカのワシントンでアメリカの政府だとかアメリカの議会だとかに働きかけをするのを非常に得意としている団体なんですけれども、その沖縄の認知度というのはですね、私たちがずっと働きかけている間に私たちもたくさんの沖縄の方々の働きかけのお手伝いもして、一緒に訪米もしたりということも何度もさせていただいたりですとか、私たち自身も独自に働きかけをしたりということで、かなり認知度が上がってきています。その中でこの数年はですね、法案の中でも動きを議会が見せてくれるようになりました。例えばですね、去年2019年にはアメリカの軍の予算を決める国防権限法という法律があるんですけれども、その国防権限法という法律の審議の中で、これ予算法案なんで毎年毎年審議される法律なんですが、その国防権限法案の中で上院が可決をすでにしたものの中で、米軍再編、辺野古というのは米軍再編の一部なんですけれども、辺野古の基地建設を含むその米軍再編について一度立ち止まって見直してみようと、そして特にですね、地元の方々のそのプランについての意見、受け入れ状況はどうなのかということにも基づいて検証して、もし必要ならオルタナティブプラン、それこそですね別の何か違う案を考えた方がいいんじゃないか、移す場所を考えた方がいいんじゃないかみたいな案を織り込めっていうようなことをですね、上院が法案の中に可決をして国防総省に命じるというような内容の法案が通っていたことがあります。残念ながらそれは上院案で下院案に入ってなかったものですから法律にはなりきらなかったんですけれども、そんな嬉しい動きが上院の中でありました。また今年2020年度なんですけれども、また国防権限法審議されているわけですけれども、その中でですね、今度は下院の方が下院の軍事委員会で、さらにその中の小委員会というのはまたその法案を一個一個審議しているんですけれども、その中で、大きな懸念が示されたということがありました。辺野古は今、辺野古の埋め立てをしている下がですね、軟弱地盤といってマヨネーズ状の、その海底になっていて、埋め立てなんかできないんじゃないかという話が大きく問題になっているんですけれども、そのことについて懸念を表明する、あるいはその地盤の下にですね、活断層、地震の大きな地震の元になる活断層があるんじゃないかということで、そのことに懸念を表明するということで、下院の軍事委員の小委員会がですね、懸念を表明してくれたということもあり、非常に大きなニュースだというふうに思います。振り返ってみますと、2015年にはですね、あの頃に審議をされていた国防権限法でですね、やはり、その条文の中に、普天間基地、移設をして、辺野古に新しい基地を作ろうということになっているんですが、普天間基地の移設は唯一辺野古だけが可能性があるんだと、辺野古は唯一の選択肢なんだよというようなことの条文が、残念ながら法案の中に入っていたんですけれども、これをですね、沖縄の方々や私どもの働きかけの努力で取り除くことができたと、これも非常に嬉しい活動の成果でしたというのが議会への働きかけのニュースとして一つあります。またちょっと視点を変えてですね、今年の私たちのご報告としてはですね、活動として、去年からずっとこの3月まで、沖縄県から委託を受けて新外交イニシアチブで、玉城デニー沖縄県知事のトークキャラバンというものを事務局を務めさせていただきました。全国ですね、あちこちの都市を回って、たくさんの人の集まる、一番大きかったのは1100人でしょうか、大きな札幌でやったものでしたけど、集まっていただいて皆さんにその沖縄県知事の辺野古を作らないに基地を作らないでくれという訴えを広げる機会を作ったりですとか、いろんなメディアさんを各地、地方紙ですとか地方のテレビ局を回ったりということでインタビューを受けたり、テレビの番組出演をするような、すべてお立てを全部させていただいて、知事に出ていただいてと、インタビューを受けていただいて、新聞に一面で取り上げてくださったところもありましたけれども、回るというそのキャラバンの運営を全部担当させていただき、非常にやりがいのあるお仕事をさせていただきました。沖縄県との関係ではですね、米軍基地
問題に関する万国診療会議という沖縄県知事デニーさんのですね、諮問会議のようなものがデニーさんの手によって、就任直後から作られているんですけれども、そこには ND が直接ということではないんですけれども、 ND の評議員を務めています柳沢教授さん、それからマイク望月さんという2名がですね、委員として入って活躍もされています。他県の関係で言いますと、大永知事という方がですね、非常に沖縄の中でカリスマ性のあるアイコンのような方だったんですが、お亡くなりになっていますけれども、大永知事の時代にワシントンに、アメリカの首都のワシントンに沖縄県事務所を作ろうということで、作ってくださったんですが、実はその事務所ですけれども、他の方もおっしゃったのかもしれないんですが、知事がまだ那覇市長時代にですね、私の方で訪問をさせていただいてお会いした時に、全然アメリカには沖縄県の声が伝わってないんですよと、あそこに絶対沖縄の声伝わらなければ辺野古の問題なんて解決しませんから、ぜひ事務所を作ってくださいということをお伝えしましたら、なんと知事に立候補するその選挙のですね、公約にワシントンに沖縄県事務所を作るぞということを挙げてくださって、実際当選された暁にですね、事務所を作ってくださったということもあって、非常に喜んだ覚えがあるんですけれども、そんなご提案をさせていただいたという、結果が実を結んでいるということもあります。で、他はですね、私どもたくさんの出版物なんかも出しているんですが、こんな形でですね、辺野古問題をどう解決するかという本を出したりですとか、今こそ辺野古に変わる選択をという、これウェブサイトでこちらは出していただけるんですが、今こそ辺野古に変わる選択をと ND と入れていただければ一発で出てきますので、ご覧いただければと思いますが、毎年毎年長いことですね、安全保障の観点からのこのアメリカの辺野古の基地、そしてそれを使うことになっている海兵隊ですねの研究を進めていまして、どのような運用でやっているのか、なぜ抑止力の観点でそれが必要なのかと言われているのかということについて研究をし、抑止力の観点で言っても辺野古に基地はなくてもこんな綺麗な海をですね、埋め立てることはないじゃないかと、それをしなくても日本は安全保障の面で大丈夫なんだよと、オルタナティブがあるんだよということを書いた報告書などをまとめたり、それをさらに詳しくした本に出して、これは岩波書店さんから出していただいたものなんですけれども、そういった提言活動をしています。これを作ってですね、日本の議員さんにお持ちをして、いろんな政党でですね、その政党の中の政策を作るのをモデルというふうに取り扱っていただいたりですとか、あるいはアメリカに訪問した際にですね、ある非常に有名な上院議員さんからですね、マティス国防長官、当時の国防長官ですけれどもにも渡していただいて、マティスさんから沖縄の方々に大変シンパシーを持っているんだと、この問題については非常に懸念をしているというような発言をですね、していただいたりということで、この発言自体ありがたいことでもありますし、なんといってもですね、日本も変わらなきゃいけないし、アメリカも変えていかなきゃいけないという意味では、そのマティスさんもそうですし、たくさんの方がこういうものを見てですね、今回の上院下院の動きにもつながっていると思うと、非常に活動が結果となっているのかなというふうに思っていて、あと一歩でもしかすると辺野古も止まるのかななんて思いながら活動を続けています。これからなんですけれども、報告書を出したはいいんですが、アメリカの状況というのも日に日に変わっていまして、アメリカと中国というのは対立関係を深めているというふうにも言われており、アメリカの軍がですね、ドイツから引いてまたこちらの地域に回るとかいうような話も、提言としてアメリカの軍の中からも出ていたりということがあるものですから、いうものが実際の今後どうなっていくのかということを研究もまた深めてですね、この提言をまたアップデートする必要があるならしていくというようなこともしていきたいなというふうに思っており、いろんな軍事研究の中、また引き続き辺野古は安全保障の観点から見ても基地を作ることは必要ではないということを発表したり、またそれをもって訴えかけをアメリカの議会、政府等にもしていきたいというふうに思っています。ぜひ皆さんもこういった活動をご支援いただければ、会員になっていただいたり、ご寄付をいただくような形でご支援をいただければ大変嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。